ちゃこんにちは、さゆたかさん、まあ、先日、はい、ソフトバンクの藤本監督が退任という発表をされました。早かったな。次の日でしたか。いやいや、もうその日だよ。その日、その日、うん、その日にもう月曜日。もう、まあ、でも決めてたっていうふうに思うんだけどもね、はい、まあ、退任っていうね、うん、ことになったけど。そうですよね。その記者会見で、まあ、しんどかった2年とも言えるし、はい、まあ、選手が本当に頑張ってくれたので楽しい2年でもあったということで、はい、まあ、途中で涙する場面もありました。まあ、そうだね。選手のね、選手に対して の, その思いはね、うん、まあ、強い監督だったから、はい、まあ、3軍2軍1軍っていうふうにね、こう階段を上ってきた人だけに、まあ、その選手に対しての思いは強かったと思うけども、うん、逆にね、俺言えばそれがあだになったかなって思うんだよね。あんまり内情を知りすぎても、うん、なんかこう情が映ってるというか、はい、初めてソフトバンクに来る人って色眼鏡投げて見ないんだよね、はい、正しいものをこうスーッと見ていくというか、うん、実力のある人間を見ていくというか、うん、でもずっと性格までいろんなことを知ってるだけに、はい、まあ、いろんな思いがありながらやった2年間だったのかなっていうようなことを思うと、うん、あながちその2軍からこう上がってきて1軍の監督になるっていうのが理想のように言われてるけども、やっぱ勝負をかける時っていうのは一番邪魔になるものは情なんだよね。だからその情が邪魔した部分っていうのはたくさんあったかなっていうような、そんな感じがするけどね、うん、でね、やっぱこの早い退任というのは、まあ、孫さんのいろんなことを知ると、あの人は負けることが大嫌いだし、やっぱね、常にナンバーワン、それも圧倒的なナンバーワンじゃないと許されないんだよね、孫さんの中で。で、自分がそういうふうにやってきた人だけに、まあ、野球っていう熱もねすごくある人だから、やっぱそこでこの2年というのは我慢しきれないと思うんだよ。うん、やっぱオーナーだしな。まあ、そうですよね、うん、で補強もやっぱりお金をかけて選手を取ってきたっていう、うん、はい、まあね、素晴らしい一流の選手たちを取ってきた、だから優勝してねっていう思いも孫さんね、まあ、あるよな、うん、それを管理を任されてるのが監督であるし、はい、だからまあその長の責任者というものはやっぱ必然的に冷たい仕打ちは受けるよね。これはもうしょうがないよ。どんな社会だってそうだと思うから、うん、だからそのオーナーの思い、藤本監督がクビになった、うん、で孫さんのをいろいろちょっと見てたんだけども、はい、やっぱ自分がやってきたナンバーワンになるためにここまで来た、で野球もそうだよ、それもただもうギリギリのナンバーワンじゃなくて圧倒しなきゃいけないというナンバーワンを求めてる時に、やっぱこれは仕方ないなっていうふうに俺は納得したけどね。そうです、うん、やっぱり2年で何ができるんだっていうことなんだけどもさ、でもずっと内情も知ってて、やっぱ選手の性格、いろんなことを知ってて、力量も、まあ、それで預けたわけだからね、これはまあ言い訳はできないとは思うけどもね、やっぱ勝たなきゃいけない、ナンバーワンにならなきゃいけない、そういうモチベーションを選手にずっと与え続けなきゃいけない、これはやっぱ大変な作業だよね。で個人事業主でしょ、はい、で自分でやれば給料が上がる、選手は、でも監督はやっぱそれを集約して勝たせなきゃいけないからさ、はい、それはやっぱ大変な作業だよね。そうですね、うん、で一部でやっぱり取り沙汰されていたその監督とその選手たちとのいろいろなこう確執ではないですけれども、それについてはそんなことはまあ一切なかったっていうふうにもおっしゃっていて、まあ、ずっとそれがね、この2年間ネットだったり SNS で書かれてしまっていて辛かったっていうのをおっしゃってましたね。まあある解説者に聞くと、はい、やっぱね SNS をものすごく気にしてたらしいよ。あ、そうなんですか。いやだからその近しき人がね、いやそんなこと気にすんなと、うん、まあ言われるよ監督であればって、はい、まあ今はね何でも自由だから、うん、書かれたりとかするのはまあ仕方ないにしてもね、やっぱり自分が迷ってる時に抽象が入ると、はい、やっぱさらに深みにはまっていくというか、まあまあそんなこと気にしなくてもよかったんだけどもね。まあそうですね、うん、だけどやっぱ結果の勝負だからさ、はい、結果に負けたっていうことはまあもう仕方ないのかなっていうふうには思うけど、そうですね、うん、でこれまでのソフトバンク、まあ、秋山監督、そして工藤監督、そこから藤本監督となっていて、藤本監督のソフトバンクっていうのはこの2年間どんな野球とかどんなソフトバンク、怪我人が多かったな、一言で言えば、はい、
やっぱ選手がやっぱこう 100% 揃ってない、うん、だから補強してもその補強は頑張るけども元いた選手が金属疲労を起こしているという、うん、やっぱ勝ち続けるっていうのは大変なことなんだよね、うん、だから新しい位置も入れていろいろ補うことはしてるんだけどもやっぱそこにもともといた選手が故障するということは、うん、やっぱその代わりがいないというね。で育成って言ってて、で育成もあまりこう伸びてきてないよね今。そうですね、うん、だから取って代わって使ってもちょっとレギュラーと考えるとちょっとひ弱な部分も感じるしね。素質はねめちゃくちゃある人が多い、ソフトバンクは多い、うん、いや確かにいい選手取ってんなと思うよ。いやだけどそこのやっぱ伸び率がちょっと悪かったなっていうような感じがするけどね、うんうん、やっぱ全球団こういうモチベーションでね勝たなきゃいけない、絶対日本一にならなきゃいけない、で日本一もそれも圧倒しなきゃいけないぐらいのオーナーっていうのは素敵だし、うんはい、そこで勉強することっていうのはすごく財産になるな、うん、と俺は思ったけどね。だから藤本監督が、まあ、2年でね、はい、まあ、本当に短命では終わったけどもいい勉強したと思うよ。だからそれを財産にね、はい、まあ、これで野球から離れるっていうことはないだろうし、うん、まあ、解説者になるのかそれともまあフロントに入ったりとか、まあ、いろんなことをするのかもわからないけどもやっぱその勉強をね生かしてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、あそしてじゃあ次期監督はというところで今名前が挙がっているのが、国母二軍監督がそのまま一軍監督になるのが有力というところの記事がもう一斉に出ました、うん、まあそうだね。この信憑性っていうのはかなり高いですか、ね、まあ高いとは思うけど、うん、ただその二軍とかもやっててまた選手たちも知ってて、うん、その思い出のある選手もいるだろうし、はい、で一軍の選手もある程度は知ってるよね、まあ、ヘッドコーチとかもやってたしね、はい、そこがうまくいくのかどうかっていうね。だから藤本監督っていうのはやっぱ情みたいなのがあったと思うんだけども、やっぱその情にほだされないだけの強さがあるのかどうかっていうのはこれはやってみなきゃわからないし、はい、国語の性格によるところっていうのはあるよね。これ国語さん2軍監督から1軍監督になるとなるとまたどういうソフトバンクに来シーズンからなっていきそうですか。イメージ的には、はい、やっぱり自分たちが強かった時のイメージが強いと思うんだよね、うん、でああいうチームをやっぱこう作り上げたいというその思いはあってもそれだけの選手が今のところまあいない、うん、でもオーナーはどんな年であれ日本一になれ多分ね、うん、それはもう待ったなしだよね、うん、まあ、そうなってくるとどうやっていくのか、はい、どう補強するのか、まあ、そこら辺にはかかってると思うけどね。このままではダメだし、はい、やっぱ戦略戦術というところでもやっぱこう今までのソフトバンク打ち勝つ圧倒して勝つそういうことがもうできなくなってきてるわけだから、まあ、そこら辺をどう戦略とか戦術で、日本一に向かうのか、はい、まあ、ここだと思うけどね、うん、だからそこら辺のプランがあるのかどうかっていうプレゼンしてみりゃいいのよな。そうですね、いろんなこういうソフトバンクの監督ね、やりたい人ってプレゼンしますから、うん、来てくださいと、ね、新しいですね、それいいですね。いやいや本当よ、うん、その代わりプロ経験者じゃないとダメですと、うん、いうことで、はい、まあ絞られるじゃん、はい、そしたらいや僕やりたいですみたいな、うん、人たちっていうのは少ないと思うんだけど、そこでどんなプレゼンをするかっていうのをちゃんと見て、だってお金だってただ大概出すでしょ。そうですよね、監督だったら、はい、いやそれだったら俺はその名前とかそんなことよりもやっぱプレゼンで決めるっていうのは俺は必要なことかなって、これからはね、はい、ただそのチームのスターだったとかチームにずっと在籍したとかそういうんじゃなくて、いや勝たせられる人間っていうのは誰なんだろうっていうのをやっぱプレゼンしたら面白いなっていうふうには思うけどね、うん、そうですね、新しいやり方でそういうのはね、うん、一番いいのかもしれないですもんね。どうや、ダメか。いやいや新しくていいと思います。別にねそれが戸様というか外にいた OB の方でも別にそれは全然構わないでしょうし、うん、だからそのプレゼンする、うん、その審査員もプロでなきゃいけないということだよ。まあそうですね、やっぱしっかり見極めるプロでないとダメだということなんだけど、やっぱそこにはやっぱ監督やれるだけのやっぱ性格だとか意思だとか戦略頭脳知識、まあ、そういったものが備わってないとな。で決定権がある人間がやっぱ他が決定したことに対してうんいいようんいいよって言ってるようじゃさ、うん、統率が取れなくなるからね、はい、やっぱプレゼンっていうのは俺大事なもう時代になってきたのかなと思うよ。そうですね、うん、あとプラス国母さんはその全日本の、監督もされてた時期わずかですけれども、うん、ありました、うん、
ったよね、うん、なんかどうしてもその印象がちょっと薄いというか、あ、勝たせられなかったからね。あ、だからまあ印象はやっぱ薄かったと思うけども、うん、まあ、それもやっぱり一つの経験としてはね、はい、まあ、いい経験をしてるだろうし、まあ、2軍というところで、まあ、育成というところでね、まあ、そこも経験としては生きるだろうし、だけどやっぱ勝負するっていうことは全く違う世界だから、はい、で2軍なんて勝たなくてもいいわけだ。で2軍の選手って金の取れない選手でしょ。これをまだプロのユニフォームは着てても予備軍だから、やっぱ1軍でやっぱお金を取れるような選手にしていかなきゃいけないじゃない。でそういう選手が1軍にいる、はい、そしたらここはもう勝負の世界だからさ、そことはやっぱ異質なものだよね、はい、どう考えてんのか、どうするのか。だから監督ってこういろんなチームでこうパンポンポンポン決まっていくけどさ、大丈夫かなとは思うけどね俺は、うん、そういう、まあ、ずっと見てるんだろうけど、やっぱプレゼンをしてね、なんかこうしっかりしたものをこうできる人に預けるという任命責任ってあるじゃない、はい、それはやっぱりね、その名前とか実績だとかそれじゃ計り知れないものがあるよね。そうですね、監督しての能力っていうのは、まあ、国防でも別にいいんだよ、はい、いいんだけど、これからの監督の決め方っていうのはそういう決め方があってもいいのかなっては思う、うん、そうですね。いや、ただそのソフトバンクは当然来シーズンは優勝っていうことを孫さんは望んできますし、ただその今年で退団する選手もいたり、うん、あとはこう新旧の入れ替わりだったりとか、うん、新陳代謝とかこう入れ替わりの時代というか時期にも来てるのがソフトバンクで、じゃあ補強でもう即だけどさ、まあ、新陳代謝をこうしなきゃいけない、はい、まあ、新旧交代の時期に差し掛かった、うん、だからといって負けていいっていうことではない。そうなんですよね。足踏みしていいっていうことはないんだよ。で例えばその中日のように、例えば若手を使ってそのいきなり優勝ではなくて何年後かを見据えてっていう戦いはソフトバンクはできないっていうことですもんね。いや、オーナー側の考えがナンバーワンしか頭にないからさ。そうですよね。いや、それは俺は正解だと思うよ、うん、やるからにはナンバーワン目指さないと、うん、何を悠長なこと言ってんだって、うん、お金出してんのに、はい、ナンバーワン取れない、ソフトバンクの負けた悪いイメージしかつかない、うん、そんなのは絶対オーナーとしては許されない。だってこれだけ補強してお前金出してんのに何が優勝できないんだって。確かにそうなんですよ、ね、それ怒られて当然だって。だ来シーズンもだもちろん、いやだからソフトバンクの監督やる人覚悟がいる、優勝しかないんですもん、ね、うん、巨人んね、だから3位でなってよくやったなんていうオーナーだったら、うん、よく頑張りましたねっていうオーナーだったらそれは誰がやったっていいよ。だけどソフトバンクというのはやっぱ、まあ、セ・リーグでは巨人、はい、ね、パ・リーグではそのあの負け絶対負けちゃいけないみたいなのはソフトバンクだからさ、うん、だからここら辺はやっぱ覚悟してやっぱ監督やらないと、まあ、大変だろうなって思うけどね。まあね、まあ、国保監督に、まあ、正式に決まればそこからまた組閣というか周りの固めるっていうコーチ陣出てくるとは思うんですけれども、そのあたりも楽しみですよね。どういった面々の OB の方が、まあ、そうだな、うん、まあ、OB はそうたくさんいるよ、はい、あの 強かった時代とかね、うん、まあ、そういう人が引退して、うん、あのいろんなバラバラな仕事をしてるけども、うん、だけどそれに頼るのかそれとも新しいものを作っていくのか、はい、まあ、これは楽しみだけどね。そうですね、うん、まあね、上昇軍団というか勝たなきゃいけないっていう中でだからね、強いから経験してるから強いチームができるんじゃないんだよ。やっぱね、頭脳なんだよ、やっぱ頭なんだよ、はい、強いチームを作るっていうのは。だからここら辺を間違えないようにしないと大変なことになると思うね。そうですね、うん、だって一人の力で優勝できない、みんなの力が結集して優勝してる。でいろんな人のいろんな形の考え方があると思うんだけど、勝たすというのは頭だよ、うん、経験ではないと俺は思ってるね。頭脳、そうか、まあ、そのあたりも含めてね、コーチ陣、監督、うん、まあ、いつ頃発表になるのか、まあ、そうだね、まあ、楽しみだけどね、はい、うん、したいです、はい、はい。